こんばんは、武田壮雲です。今日はですね、アーティスト、デザイナー、イラストレーター、今をときめく三浦大知さんというね、方を、大丈夫かな、お迎えしていきたいと思います。大知さん、もしよかったらリクエスト、手を挙げてもらってもよろしいでしょうか。こんばんは。このね、手を上げるボタンみたいなのがあるんですよ。はい。大地さん、手を上げて、なんかなんだっけ、こうピッて、いけるかな。アーティスト共通点が多分今日は見つかると思うし、もしかしたら全く違う、僕も全く共通点は共通点で嬉しいしね、その共通点がじゃない全くこう違うと僕も勉強になるので、そういうところもね、探っていければなと思います。来たかな。はい、大地さん、来たかな。こんばんは。すいません、こんばんは。実は僕ら初めましてですね。はい、はい、よろしくお願いします。今回はありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、で今回は同じね、たまたま美智子さんっていうアートプロデューサーがね、同じプロデュースをしてもらってる共通の人物がご縁で今回、はい、対談することになりました。よろしくお願いします。ちょっとどっちかというと僕がちょっといろいろ聞きたいこともあるので、インタビューさせてもらえればなと思います。かしこまりました。同じ大地なんですけど、僕は大地の地が知恵の地なんですよね。てか本名、ウィキペディアしちゃったんですけど大地なんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。で、大地さんの大地の地は、地球の大地の大地、大地の大地ですね。大地もいろいろありますからね。同じ大地仲間としてよろしくお願いします。お願いします。大地さんでよろしいでしょうか、呼び方は。はい。はい。ソーンさんでいいですか。はい、お願いします。ソーンさんね、一回ね、クラブハウスでは話したことあるんですよ。そうそう、クラブハウスで話したの覚えてます。チラッと。何ですか。で実際こうやって顔をね、顔を合わすのは初めてなんですけど、そうです、はい、僕はいろいろ聞くんですけど、答えられないときはノーって言ってくださいね。はい、はい、お願いします。答えます。はい、もともとその何出身っていうの、その例えばじゃあ行きましょう。もう基本的な質問、どこ生まれですか。はい、僕東京です。東京生まれです。いいな、かっけえな。東京っつってもほらいろいろあるじゃん、そのヒエラルキーが。なんか新宿のなんか、新宿なんですけど、おお、なんか新宿のブラックホールって呼ばれてる街。どんなんやねん、その新宿のブラックホールってどこなんだろうな。でなんかね、あけぼの橋ってとこなんですけど、へえ、伊勢丹が近くて。あ、そうなんだ。はい、伊勢丹までチャリでいつもちっちゃい時から行ってて、それで今回初の個展伊勢丹でやらせてもらうことになって。そうなんです。それがご縁で、なんかその美智子さんから聞いてたのが、今度次の実はアート展を三浦大知くんでやるんだって、そうなんだっつって、おめでとうっつって。ですごいですよね、そこでつながるってね。ね、で今度いつから新宿伊勢丹でやるんでしたっけ。今月の7月27日から、8月1日までで、実はあれなんですよね、三浦大知アーティスト個展初なんですよね。おめでとう。いや、これで、ね、すごい、じゃあ、そこら辺からも聞いていきたいんだけど、あれですよね、そのいわゆるこう自分の作品としてこうアーティストとしてこう、なんだろう、こういう個展をすること自体が初めてなんですよね。いや、
というかもうアート制作活動自体が初めてなんですよ。これをね聞きたいの。いやじゃあなんでかっていうと俺ねめちゃめちゃ普通のおっさんごめん普通の理系おっさんなんですよ。で普通に NTT の営業マンやってたもんでその、うん、いわゆるこうアートとか俺美大があるっていうことも最近まで知らなかったんですよ。美大っていう言葉も知らなかったんですよ。美大と芸大ってなんか聞いたことあるけどまさかその芸術専門とか美術専門があるっていうことも知らないぐらい疎いんですよ。あ、そうなんですね。そう、めちゃくちゃアートバリバリアートなのかと思って。バリバリ理系です。あの物理学オタクです。全くアートに興味がなく美術館とかもほぼ行かないっていうタイプです。そうだった。だから仕事柄美術館にいろんな国の美術館にこうタレントとして行くことあっても心から分かんない興味がないっていうのが、まあ、正直なところなんです。どっちかというとこうブラックホールの歴史とか、まあ、今日もなんか噂によると三浦大知君も噂によると好きって噂は聞いております。あ、大好きです、はい、で僕はどっちかというとそっち系とか、まあ、自己啓発系が好きでアートとかは全く、はい、でもたまたまその仕事柄その例えば若い頃から佐藤柏さんとかあの、はい、デザイナー系アーティストというよりはこうクリエイター小山君堂さんとかまあ、秋元康さんとかと一緒にこういろんな仕事をさせてもらって可愛がってもらってきたんでなんとなくこうデザイナーとかクリエイターって言われてる匂いは感じたことあるんですよ。匂い的なものは、うん、でもだから俺はまだだから大地さんがその初めてのアートっていうのがどんな感覚かが分かんないですよ。例えば大地さんってまあ根本的なこと聞くけどお仕事内容って今までどん今かなり業界では有名なんですけどメインっていうかどんなお仕事をしてたんですか今まで。僕もともとはあのファッションデザイナーだったんですよ。でオートクチュールの一点物のドレスをデザインしてて、で、すみません、はい、オートクチュール、オート、なんですかオートクチュール。なんですかそれ、オートクク、なんとかって。オートクチュールは、なんかこう、量産されてるお洋服じゃなくて、はい、その人のために一点作るっていう、要は特注ってことですね。オーダーメイドみたいなことですね。とか一点物本当にのドレスのデザインみたいな。そうですね。あ、もともとファッションデザイナーなんです。へえ。あ、ファッションの専門学校を出てでファッションの道に普通に進んで、でアーティストさんとかモデルさんとか の衣装とか作らせてもらったりしてたんですよ。あ、そういうことか。あ、根本的な質問なんですけど、デザインっていうのは手で書くんですか、それともパソコンで書くんですか。両方ですね。はあ。ごめんなさい、書道家だからこの個人的なマニアックな質問だけど、手書きの時に使う筆記用具教えて。手書きの時、鉛筆なのかペンなのかシャーペンなのか。手の届く範囲にあるものを使います。あ、こだわりがあんまないってことね。はい、ないですね。なんか何でも使いますけど、あのサインペンでもボールペンでも鉛筆でも何でも。でそれで、そうですね、なんかそのデザイン画を描くじゃないですか、うん、そのデザインをするときとかに、うん、あのその絵描けるんだったらじゃあ今度あのそういう空間だったりとかそういうイメージみたいなものを絵で表現できるでしょうみたいな感じで言われて、うん、あのアートディレクターっていう仕事も始めたんですよ。その後また難しい言葉が出てきましたね。あの僕柏さんが確かアートディレクターってなんか俺が出会った頃言い始めたんだよな。アートディレクターってアートディレクターって何ですか。アートディレクターは例えばまあ、空間もあるんですけど、そう広告だったりとか CM とか作るときにこういうシチュエーションでこういうコンセプトでこういう背景でこういうストーリー あの CM とか広告作りましょうって言ってあのその要は絵コンテみたいな。ああ、そういうことか。じゃあ映画監督、まあ、CM のこう絵コンテから描く全体のこうストーリーを描く人ってことか。そうですね、その要はもう世界観を作る、世界観を作るんだ、コンセプトを作る人で。それって分かんないけど、もともとファッションが好きで例えばウェディングドレスをそのデザインしましたと。でいきなりそのアートディレクターって俺からするとジョブチェンジみたいな、あの
ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーで賢者から遊び人みたいな、なんか分かんないけど、戦士から勇者みたいな感じでさ、なんか全然違う気がするんだけど、一緒なんですか？なんか、いや、僕の中では一緒ですね、ほぼほぼ。っていうのが、あの、僕そのファッションデザインするときにもうすでにそのドレス一点物だったんで、デザインとか、あとアーティストさんの衣装とかも歌を歌ってたりとかするときの、うん、その歌のイメージみたいなのを想像しながらデザインしてたんで、要はその世界観を想像しながら、ここの世界観に合う洋服はどんなのだろうとか、っていうデザインの仕方をしてたんですね。例えば松田聖子、ちょっとシチュエーションが先でした。例えば松田聖子が赤いスイートピーを歌うときは絶対この衣装だろうみたいな。そう、だからなんかどういうステージでどういうライティングなのかなとか、どこのステージで歌うのかとか。うわ、俺が全く一番わかんないやつだ。なるほど。わかんないですか？わかんないし、想像ができないんですよ。僕、こう、世界観っていうのがないタイプで。こう、でも、ソウンさんの書ってすごい世界観がもうバリバリあるじゃないですか。だから、俺、意外になんかね、なんて言えばいいんだろう。中途半端に見えてなくてよかったなと思うんですよ。多分中途半端に世界観が見えるやつは、こういう三浦大知みたいな、こう天才的な、こういう見えるやつ出た時に絶対もう落ち込んで やめるんですよね。なんか、なんか絶対違うでしょ。いや違う、俺もう見えない、ほんと何もわかんないけど、まあ、たまたま書だからいいんだけどとか、あ、俺のアートはいいんだけど、だって俺はなんていうか書道家っていうか、例えば広告のデザインもいっぱいやってきたけど、デザインはやったことなくて、広告のコピーの言葉を書くじゃないですか、だから世界観を逆に邪魔しちゃダメなんですよね。あの、なんだろう、まあ逆に言うとね、デザイナーさんとすごく相性がよくって、僕が書いたらそれをすごくデザインしてくれたり、なんか合うようにやってくれるんですよね、料理してくれるっていうか、ショー。ああ、確かに。そういうことか。そう、僕はデザインができないんで、逆に任せられるっていうのも、まあ、なんか僕書、それこそ僕からすると、書ってどういう感覚で書くんだろうっていうのはあんまり分かんなくて。そうですよね、なんかあれってか、まあ、僕から考えるとやっぱ形として残るじゃないですか。その造形みたいなものってデザインするのとは違うのかなって僕思って。あの、共通点としては、僕よく言うのが、漢字とかって、例えば漢字はチャイニーズキャラクターって英語で言って、ひらがなはジャパニーズキャラクターって言って、要するに文字ってキャラクターって言うから、僕が書を書くときはよく生徒さんたちに言うのは、あれ立ち姿だって言ってて、例えば1漢字1キャラクターで、こう立ち姿がパッてあって、こう どういうポーズで、どういうスタイルの人が立ってるのかっていう、そのモデルさんがパッて立った時とパシャッていう時の感覚で、そのフォルムとか、多分立ち姿みたいなののかっこよさとか、例えばドシッとしたこう侍が立ってるみたいなものもあるし、こう例えばなんだろう、ジョジョみたいにウリウリウリリーみたいなのもあるし、あの女性がおしとやかにスッて立ってるようなものもあるしっていうのを、っていう意味では、多分フォルムっていう意味ではものすごい同じだと思いますけど、ね、そこは多分一緒かなと。なんか僕もそういう、要はどういう方が着てくれる洋服かとか、そういうのを想像して、その人の動きだったりとか、そのさっき言ってたおしとやかな人だったらこういう動きのするだろうから、こういうフォルムのデザインできるよねとか、活発な人だったらこうやって足があんま動かないやつだと走りづらいよねとか、なんかそういう感じなんで、機能性まで考えるわけね。もちろん機能性も考えます。そこですよね。こう、ただ自分が作りたい世界観を作ってどうぞ来てくださいじゃなくて、例えば歌手だったら歌手が歌いやすいとか動きやすいっていうのまで考えるわけね。そうですね。洋服はやっぱこう着用して初めて洋服になると思うので、そのなんか人間の工学、人体工学みたいなのも、まあ、必ず入ってくるかなと。なるほど、なんか最初に戻るんですけど、その新宿のブラックホールで生まれたって言ったじゃないですか。はい。その時に、なんだろうな、ちっちゃい頃のその原体験、原風景って
今の三浦大知世界観の中にやっぱりすごい影響を与えてますか？なんか僕あんまりこれインスピレーションとかもよく聞かれるんですけど、どういうところからインスピレーション確かに聞きますかとか、なんかあんまりフォーカスしてないくて、あ、一緒かも。なんかあんまりないんですよ。ふらふら流れてたら勝手に出来上がったものみたいな感覚が結構多くて、はいはいはい、だから日々生活全部じゃ全部だし、どれも違うとも言えるというか、なんかあんまりフォーカスしてないから、なんか、うん、あんま特別な面白いネタをあんまり言えないっていうか。わかるわかる。あの多分、うん、ほらちょっとこう宇宙物理学好きって聞いた時にここ共通点かなと思ったのが、はい、なんかそのカオスの、まあ、いろんなこうパラダイムがこう複雑に絡んでるこのフローの曖昧な世界の中で、相対的なこの ものすごい数えきれないぐらいものがこう織り交ざりながらこうたゆたってる世界の中で、こうフォーカス しない方がその時にこうその瞬間にもその織りなすものがの中でちょっと何かやった時にパッと美しい数式が出るみたいな、なんか、うんうんうん、だからフォーカスすると逆にその瞬間にできなくなっちゃいますもんね、その計算が合わなくなっちゃいますもんね。なんか僕はよくやっぱり言ってるのが、流れに身を任すっていうよりかはなんか逆らわないとか、うん、波に乗ってみるというか、うん、だから僕エゴがあんまりなくて、だからいい意味で結構どうでもいい精神で生きてて、うんうんうん、だからなんか絶対これをやりたいとか、なんかこれは自分に合ってないとか合ってるとか、うん、そういうのあんま決めたことがなくて、うんうんうん、それでなんか流れてたらなんか勝手にこうやって孫さんと喋らせていただく機会ができちゃうみたいな、なんかそういう感覚で結構ラッキーだなっていつも思ってるんですけど、あれなんか想像以上に被っちゃったな。まあ、今の下りに関しては完全同意です。ああそうなんだ、はい、あの本当でもそうだからこうやってクロスが、いや多分こういう接点ができるんでしょうね。本当にね、これ言葉が難しいもんね。どうでもいいし、でも心地よい感覚だけは大事にしてるわけでしょ。その、そうです。やっぱラッキーって言えるっていうことはラッキーなことが起きてるわけで、もしくはラッキーなものに着目、もしくは観察、ラッキーなものをこの不確定性原理の中でこのしっかり観測してるわけで、だからこう例えば分かんないけど、みんなが美しいと思う花とかあるじゃないですか。その、まあ、誰が見ても美しい花とか、まあ、景色とかっていうのは分かるんだけど、多分大事なのは決めないでしょ、これは美しいとかこれは美しくないとかっていう、なんか境目があんまないっていうか、あんまりそうですね、こう決めないですね、うんうんうん、なんか何事に関してもなんか心地いいか心地よくないか、だからその美しい花も、うん、自分タイミングによって美しいと思うかもしれないし、うん、タイミングによってはいらんって思うかもしれないし、うん、だからあんまりもうこれは美しい花だみたいな感じで、あのこうラベルを貼るみたいなことはしないよ。あー、だから多分なんか今共通点を、まあ、言葉に無理やりするならばラベル貼りしない派ですね。あ、でもなんか僕結構常に言ってるのが、あの今回の展覧会もそうなんですけど、あの基本的にラベル剥がし、僕があのみんなにあの伝えたいってことでもないですけど、僕が勝手に活動してるのは全部ラベル剥がし、あのみんながこうラベルをベタベタに貼って、この結構な粘着力を持ってるから、それをスーッとこううまくこう、うん、境界線を、だからその境界線を消していくみたいな作業ですよね。そうですね。なんか境界線ってまさに今回すごい展覧会で意識してますね。あ、今回タイトルって何ですか？今回はタイトルモデレーションって言って、うん、あの中庸ですね。おお。中庸って英語でモデレーションって言うんですか？そうですね。もういろんな言い方あるんですけど、ミドルパスとか、なんかその中でもいろんな意味がある中で。まあ、モデレーションが一番しっくりくるなって思って、なんか今回はその要はもう本当にラベルをつけない、自分で決めつけない、もうなんかどっちでもいいじゃんみたいな、な
そういう偏らないみたいな、なんかそういう真ん中みたいなのをちょっと表現しようかなと思って。確かに。初の個展なんですけど。だから もともとだから別にアーティストになろうと思ってやったわけでもなく。いや僕本当にぶっちゃけ1年前までアートをやろうって1ミリも思ってなかった。なんかごめん、勝手にすごい共感してる。あの、わかるもうほんとそうなんですよ。俺もいまだにアートとかアーティストですねって言われて、いや、わかんないわかんない、アーティストってわかんないもん。まあ、でも僕、あの、ちょっと話変わっちゃっても変わっちゃうんですけど、どんどん変えて。ソウンさんって熊本出身なんですよね。そうです、そうです。で、僕、あの、熊本をめちゃくちゃ今フォーカスしてて。もうなんでなんで。いや、本当に今どこ一番日本の中でフォーカスしてるって言ったら僕熊本で、おいいじゃん。で、うん、それで今回展覧会で作ってるアート全部実は阿蘇のお水使ってるんです。何よっとめっちゃ嬉しいんだけど。だからソーンさんと話させてもらうっていうのを聞いた時に、ソーンさんの一応こう調べたんですよ、うん。まあ、もともと知ってましたけど、なんか一応お話しさせていただくからちゃんと見とこうと思ってこれ調べて、うんうん、熊本出身じゃんと思って、でなんかの YouTube で阿蘇の水の話しててやばと思って、これリンクやばすぎと思って。なんで、いや俺はもうほらもう阿蘇の湧き水の衝撃、あの湧き水が湧いてくるところがいくつかあるんですけど、水じゃなくなるっていうか、もう絹のように動くんです。なんか絹っていうか、どういう H2O の動きではないみたいな、なんか違う液体を見てるような感じで、なんかちっちゃい頃からすっごい湧き水が好きで、阿蘇が好きで、滝が好きでみたいな。なんで阿蘇にハマったんですか。阿蘇っていうか熊本。なんかこれも完全に流れだったんですけど、なんか勝手に誘導されて勝手に呼ばれて行ってみて、で勝手に湧き水のところ連れてかれて、で巻き水飲ませていただいた時に、まあこれはただことじゃない水だと思わかる。で、いやそんでもうなんか水自体がもう水じゃない、さっき言ってたようになんか水じゃないみたいな感じで、やっぱの水って飲むじゃないですか飲むっていう感覚じゃないですか、うん、じゃなくて浸透してっちゃうとか調和しちゃうっていうか、うん、なんかそういう感覚だなと思って、なんか水とか あと僕今回クリスタルとかも結構使ったアートを作ってるんですけれど、うん、なんか要はそうクリスタルと水、阿蘇の水ってほぼ同じ感じ、もうそれこそもうゼロとか周波数、注意は本当にゼロの位にしてくれるなと思ってて、たまたま僕の一番仲良くしてる物理学者、量子力学者がの専門家が水の国から指揮もらって今あの最先端の水の研究してるんですよ、国を挙げて。で、まあ、いわゆるこう原子核レベルで何が起きてるのか、例えば水をこう原子レベル以下レベルで見た時に何が起きてるのかっていうのを、まあ、僕もよく報告してもらうっていうか仲いいのでよく教えてもらうんですけど、例えばこう今情報理論っていうのが流行ってて、情報理論っていうのはこの情報をちゃんと熱量エネルギーとして見る、僕たちがよく情報を受け取るじゃないですか、まあ、例えばニュースでもいいし、人からの情報、まあ、全部が情報っちゃ情報なんだけども、僕らが情報だと思ってるこのこう情に報いるとか言って情報なんだけど、この情報そのものが実は素粒子じゃないかっていうような、まあ、捉え方っていうのがあった時に、わかります。でそのなぜか水は分子他の分子に比べてなんか記録する時間が長いんですよね、情報を。いやそれなんですよね、マジで。おここら辺広げちゃうか広げましょうよ。なんかその要はその情報を記憶する性質を持ってるのがシリカなんですよ。へえ、あシリカね。で、うん、はい、でシリカ水ってよく言うじゃないですか、うん、でなんか僕多分阿蘇の水ってすごいシリカ含まれてたのかな。はいはいはい、まあ、多分入ってるでしょうねシリカも、うん、でそのシリカが結晶化したのがクリスタルなんですよ。ああそっか、でやっぱりじゃあクリスタルと水は一緒だ。それで、うん、シリカを記
基本っていうか原料にしたのがシリコンバレーって言われてる、要は情報集積回路とか IC チップとか、うん、だからもうそもそもで IC チップ作るとき最近聞いたんですけど、うん、あのすごい綺麗な水が必要らしいなんですらしいんですよ、うん、ものすごいですよ。もう半導体とかあそこら辺のシリコンのくだりはもう 純水度がどんだけ高いかなんですよ。ちょうどそれが僕それ最近知って知らなかったんですけど、うんうん、なんかそれ要はその情報を集積する記憶するっていう性質が水とかシリカだと思うんですよねっていうことだと思って、いや本当に本当にいうことがもう証明されちゃったみたいな感じだと思うんですよ。今情報理論って面白いのがあの IBM の人が実は発見したんですけど、今最先端の科学の中であのパソコンが熱くなるじゃないですか。あのでその熱くなるのって電気エネルギーが、まあ、熱エネルギーに変わってる、ただのその変換数式で全部 100% 出せると思ってたら、どうやら細かく計算したらメモリとかから出るあの熱、電気エネルギーを処理した時の熱がどうも計算が合わなくて、どうも情報そのものにエネルギーがあるんじゃないかっていうので、それがまたブラックホールのその研究の計算式と合ってくるんですよ。だから今ブラックホールの二次関数っていうか二次元関数とそのそういうその情報を扱う理論が少しずつこう、まあ、まだ統合はしてないんだけど、この重力理論と今の最先端のこうバラバラだったものがなんか今こうちょうどこれから多分合わさっていくんじゃないかなと思っていて、なんかでも情報に熱要はエネルギーがあるっていうのはすごい納得かもしれない。今考えたことなかったけど、でも情報っていうかこう言葉発する言葉とかエネルギーとかって結晶化するじゃないですか、うん、水が結晶が結晶化します、結晶に影響しますよね、うん、まあ、だからそれ熱量があるって言われても全然納得できますよ ねだって俺たち例えば胸がつき痛い言葉なんだろう、嫌な言葉を受けたらすごいつきつき胸がしたりとか、ね、あの穏やかないい言葉を受けたらすごくほっこりしたりするけど、あれって多分そんな感じがするんじゃなくて リアルで多分なんか物理的にそういうことが起きてるわけで、なんかこの前あの内分泌学会って、要するにホルモンの日本の会員のよく一番仲良くさせてもらってる伊藤博先生って、まあ、世界的カリスマがいるんですけど、あのホルモンねあ の第一人者なんだけども、あの最先端 の分子電子顕微鏡でアドレナリンを見せてもらったんですよ。アドレナリンの分子構造の形をくっきり見せてもらったんですよ、電子顕微鏡で。したらアドレナリン、例えば俺たちが敵が来た時にこう出すやつとか、緊張した時に出すとか、あと興奮した時、例えば戦うファイティングポーズなんで、だから戦うか逃げるかみたいな、まあ、ものすごいパワーが出るですけど、そのアドレナリンがバーって出る時ってすごいパワー出るんですけど、形がですね本当にトゲトゲしいんですよ。あれがバーって体の中出てるからやっぱ痛い、傷つけてるんですよね、いろんなものを。え、あれってなんかそのソマチットみたいなやつとは違うんですか？ソマチットって何ですか？なんかその血中の中にある、なんか自分もよくわかんないんですけど、血中の中にあるすごい小さいなんか白血球よりちっちゃいみたいな、うんうんうん、なんかそういうのがなんか微生物みたいな、なんかわかんないけど、いて、なんかそれがそのトゲトゲになったりとか丸くなったりとか、なんか結合してたりとかっていうのをなんか僕も顕微鏡で見せてもらったことあります。まああのね、このミクロの世界では多分これからまだまだ発見がたくさんあると思うけど、まあ、ミクロの世界に近づくほどこの一瞬でこの僕たち そのさっきの言霊のエネルギーとか、そういうなんだろう波形みたいなものが一瞬で影響すると思うんですよね。なんか時間が短いっていうか一瞬で変化する気がしていて、だから多分その阿蘇の水で俺たちが2人ともたまたま共通して感動したのは、なんかすげえスピリチュアルな話になるけど、たまたまがたまさっきの勝手にとかたまたまとかこういつの間にかみたいな、うっかりみたいな感じで俺たちは思うんだけど、多分なんかその阿蘇の水が持つ波動数があって、なんか共通の、まあ、なんとなくこう波動関数があった時に、あのたまたまうちらが共鳴してた、あらゆるこのカオスの中で共鳴してたこうなんかメロディーラインみたいな、うちがいつも奏でてるメロディーラインみたいなものがそこと共鳴したから
たまたま同じ時間と空間でこうやって今例えばここでまたクロス僕らはしてるんだけども、なんか僕らは勝手にだと思うけど多分5次元の世界から見るとスーって落ちていってるから、それはぶつかるわみたいな、この瞬間にぶつかるわみたいなのは、もし5次元6次元から見るとまあそれはそうだろう、そこに穴に落ちてる感じだと思うんですよね多分僕らは、うんうん、なるほどね。なんか僕は周波数みたいな感じで結構考えてました、うんうん、なんか、うんうんうん、やっぱり自分の周波数とか波長みたいな、なんかやっぱ波長って分かりやすいかなと思って、いやすごい分かりやすいです。なんかこう大きい波の人と、うん、なんかこう細かい波の人、うんうんうん、なんか分かんないけどこのぶつかるポイントみたいなのが多分あると思うんですよ、うん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 、そのそれぞれの波の大きさで、だから多分同じ波長だったら同じ道を辿っているから、うんうん、それはあの合いやすいよなっていうふうに思うし、行動パターンとかにも多分影響されると思うんですよね。そうですよね。だから周波数とか波長とかなんかそういうのは僕常にあの感じてます。この前そば昨日一昨日かあのびっくりしたのが、まあ、知ってたんだけど、あのほら今録音音声録音してるんだけど、こういう今俺たちの流れってこうなってるわけ。今2人の声がこういう波形になってるじゃないですか。これをその昨日たまたま僕最近なぜかプロというか音楽出しちゃってレコーディングをずっとしてたんですよね、その作曲家たちと。で例えば なんだろうあーって言った時にこのあとかおとかあるじゃない、短いあれをとかこれをでも何でもいいんだけど、歌詞を歌った時にその例えばおって言った時の短い音でもパソコンでこうやって広げていくとものすごいおだけでものすごいいろんな波形がこういっぱい複雑に混ざっていて、え、ウだけでこんな俺複雑な波形を出してたのみたいなのが、面白そう、あるわけで、多分俺たちもだから音だけでそんなあるから、うちらその全身のこの40兆個の細胞とまあそれ以上のもうとんでもない数えきれない原子でできてるわけじゃないですか。でそれが多分普段いろんな波形を出してるんですよね、こう周波数を持ってる。だから多分うちらがもっともっとなんだろう、いくらエゴをなくしても全部取り除いてもなぜかこれ残っちゃう武田壮雲とか三浦大知っていうその存在そのものの周波数みたいなのをなんだろう、最大公約数みたいなのがこうその人のキャラとなって出てると思っていて、それは目に見えないし、もう魂レベルの話になってる、ね、そうね、なんかもう魂が引き合うみたいなとか、もうその細胞自体が引き合う、そうなんかだから多分みんなよく個性とか言うけど、そんな個性とか考えなくてももう生まれ持って絶対個性だらけの人、みんな同じ人物はいないし、なんか人と競争して落ち込むものも分かるけど、なんか意味がねえっていうか、もう絶対的に違うみんな周波数を持っていて、でたまにこう共鳴してね、こうやって縁ができるみたいなのあると思うんだけども、うん、いや超わかります。なんか僕もやっぱデザイン、あのどうやったらそのオリジナリティとかデザインできますかとか、うん、やっぱ専門学校の先生とかもたまにやってたんで聞かれるんですけど、うん、いやもう好きなことやってればなんか心地いいことやってれば勝手に個性って出るし、なんか同じものを例えばじゃあ絵を描いてください、このリンゴの絵描いてくださいって言っても絶対にあのそれぞれ個性が出ちゃうから、どうあがいても。そっかそっか。だからもう勝手に好きなことやっててくださいって僕いつも言ってます。そうですよね。なんか逆に個性を求めて個性を出そうとすると多分自分本来の自分と合わなくなって逆に個性なくなっちゃうみたいな現象起きますよね。うん、なんかあとなんか結構あのこれで苦しくなりやすいそうだなとか思ってた、あのよく扱われてる言葉があるなと思ったんですけど、うん、なんか自分らしくいましょうみたいな、うん、なんか自分らしさをなんとかでとかいうのをやっぱ言われると、うん、なんか苦しくなっちゃう人がいそうだなって僕思ってたんですよ。いや苦しいと思います、うん、だからもう楽に生きてればいいんじゃないっていう方が、いや本当それこそ本当にどうでもいいっていうぐらいの、どうでもいいっていうね、なんか悪い言葉でよく扱われるけど、なんかどうでもいいってすごく素敵な言葉だなってここで思ってる。どうでもいいんだもんね。だってどうでもいいから、え、あのもう全て OK ってことですからね。そうどうなってもいいってことですからね。うん、そうそう、うん、
だからソウルさんと同じですね、そう思うと。いや、なんかだんだん俺違いを見つけようと思ったけど、全くだんだんなんかくしくもなんかに見た目も違うし作品も違うんだけど共通点が多いのは分かりました。そのゆるさっていや分かりづらいんですよ。このほら今こうやって僕らこう2人でこう言葉を紡ぎながら言ってるけど、この感覚って言葉にした瞬間にまたこう壁ができちゃうんだけど、うん、分かる分かる。このゆるさってすごい多分今の僕たちの現代人が一番苦手な、なんかこう、そうですね、なんかやっぱりこうあるべきとか、そういうこういうのが素敵だとか、そういうのがやっぱりあのいや勝手に目に入ってきちゃったりとかする機会が多いですもんね。だから例えば僕も音楽やろうとした時にやっぱ売れる音楽とか考えた時、いやいやヒゲダン無理だろとか、いや俺あいみょん違うみたいな、俺余熱っぽいの作れないしみたいな。でもなんかちょっと見た目ヒゲダンっぽいです。いやまあ結局だから歌作る時も、まあ面白いのがこう自分らしさってなんだろうねって作曲家たちとレコーディングしながら話すじゃないですか。でも結局頭の中に自分らしさってなくって、孫さんがさ一番気持ちいい風に歌ってって言われるんですよ。そので、例えば具体的にはじゃあこのマイクの位置どうするとか、あのそんなもんでも結構ほらちょっと変えるだけで楽に、おここ楽とかあるじゃないですか。でもうとにかく孫さんがらしくあろうとするんじゃなくて、うっかりリラックスしてしまってる時がいいって言ってくれる作曲家たちだったんで、すっごい楽で、なんかやっぱ書道もまあ僕らがやってるアートもそうだと思うんだけど、あの出ちゃうってことですよね。そのリラックスしてる時が一番いいってことだもんね。なんかそのリラックスしてるっていうのが結局流れに乗ってるとか、なんかどうでもいい状態に近いのかなと思って、なんかやっぱり頑張ろうとして作ったもの、まあ、なんか例えばですけど、なんか僕もちょうど今直前だからアートをまだ作ってる。ギリギリまでやって締め切りに追われてるアーティスト。いやなんかあの余裕があって、はいじゃあ何かを作りましょうっていう時ももちろん素敵なもの、自分いいなと思うのも上がるんですけど、そうじゃないタイミングでもなんかこういう時間がない時とか、逆になんか思考をストップさせられてて、なんか流されてるように作ってるものとか、めちゃくちゃなんか仕上がったらこれめっちゃええやんみたいな、なんかそういうのができたりとかもするんですよね。だからそれもなんか正直もうどれでもどうでもよくって、なんかこういう時もあるし、こういう時もあるし、こういうフェーズの時とこういう周波数の時もあるし、なんか自分だってすごいなんかネガティブな時とか、なんかちょっと弱音吐きたい時だってあるし、なんかそのフェーズを全部ひっくるめてもう許容みたいな、なんかもうよくねみたいな。いや僕ね、アートやって救われたのが3年前ぐらいから色を使い出した、4年前ぐらいから色を使い出したんですけど、俺は全くこの絵に対してコンプレックスしかないし、あの美術のセンスもなければ、5段階のうち1とか2ってつけられて、あの絵に興味もないし下手くそだと思い込んでたから、素人の中でも最下位だと思ってるぐらい絵とか色のセンスがないと思ってたから、でもなんか夢中でなってやってて、でなんか俺はいいと思ってんだけど汚えなこれ全然ダセえなと思うんで、でも俺は心が動いてるみたいなのを、まあ、もう勇気を出して、どうせ俺絵描きじゃねえしっつって、どんどんこういろんな人に、まあ、オンラインも含めて見せていったんですよ、生徒さんとか。ただ想像以上の反響で、どういうことっていうことがあって、そのやっぱ自分がこうパッてこうあんま考えてうわーっつってやったものって全然 そんなに受けなくって、どっちかっていうとこうってパッと俺ってなんつっていいじゃんっていうの方がこうまあ実際売れたりとか、こうびっくりして、トムさんのやつすごく自由な感じがしますね、見てると。だから嬉しい、アートというか書もそうだし、書を使ったアートとかアートピースもあるじゃないですか、はい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 、なんかあれとかも本当に自由だわと思いますもん。なんか俺あれで救われたのは、自分のなんかさっきの大地さんが言ってたあのダメな時、その、やる気のない自分、あのネガティブな自分とかくよくよしてるとか、まあ怒りでも何でもいいんだけど、なんかそういう自分がダメだと思ってたものもなんかすごい許された感じがして、
だそういう意味で俺、うん、めちゃくちゃ実はアートわかんねえって言いながらめっちゃアートに救われてるんですよね。うん、いやでもアートって僕も本当にゆかりがない世界だったし、なんか興味もあんまりなかったんですけれど、なんか実際にじゃあアートをっぽいものを今作ってるんですけれど、なんかあこれってすごく、まあ、なんか自分にとってそのなんかちょっといい言葉が見つからないけど、マインドフルネスに近い、うんうん、なんかすごく向き合うタイミングにもなったし、うん、あとはなんか人ともすごくつながりが、こうやってねソウンさんとも話させていただいたりとか、新しいなんかつながりもできるし、うん、なんかすごくなんか僕もともとアートってやっぱり神事だと思ってるんですよ一緒だ、うん、なんか昔のやっぱ古代文明とかで作られてるアートってやっぱ神の世界とつながるために作られてたものだと思うので、うん、なんかその世界がつながるっていうのがすごく実感できました、今回でアートを作ってて。あの今度熊本にもし行ったらぜひ行ってほしい古墳があって、僕古墳番組によく NHK の古墳特番に出てるんですけどあの古墳特番、なぜか古墳特番に毎回呼ばれるんですけど古墳のね秩父山古墳っていうのが熊本にあって、秩父山古墳、あのちょっと後でメモっときます。秩父山みたいな、秩父山って意味なんですけど、おっぱいみたいな絵があるんですけど、うん、熊本とか福岡にある古墳の珍しい古墳を見たら多分大地さん絶対喜ぶと思う。なんでこんな可愛いのっていう、ちょっとね大地さんのほらあの女の子の可愛いイラストあるじゃないですか、うん、はい、なんかねまあ見た目は違うけど同じバイブレーションを感じるのよ。マジっすか、絶対行きたいわ。めっちゃモデレーション、ね、でもどっちにしろね近々また熊本行くんですよ。あぜひ秩父山古墳見れる時と見れない時あるけど、ぜひ古墳行ってみてください、うん、あの全然その日本文化っぽくないの、えこれアフリカっていう感じの、なんかめちゃめちゃ、ね、九州ってそういうとこ多いですよ、ね、そうなんですよ、なんか全然日本文化とは全くかけ離れていて、かなりこう土の匂いのするというか、なんかアニミズムというか、だからもともとその書道家って何かっていうと、僕も書道家ってなんだろうなって、書道家って俺も言われるから、書道家ってそもそもなんだろうなって考えた時に、よく考えたら書道の始まりって神の言葉を初めて受けてシャーマンだったんですよ。でこの神の言葉を、まあ、この周波数もいたもので来た宇宙人みたいな言葉だから、それを記号にしたんですよね。言葉になる前の概念を概念つうか、まあ、メッセージというか新周波数みたいなのを受けて、シャーマンが亀の甲羅とか牛の骨とかに刻んだんですよ。でそれで、まあ、吉兆って占い、それで吉甲文字っていうんですよ最初は。甲骨文字とかね、まあ、いろんな言い方するんですけど、こうそのだからもともと書道家ってなんか字が上手い人じゃなくて、シャーマンだったんですよね。だからなんか神事ですよね、うん、基本的にはベースは、まあ、なんか全ての造形とか、 なんか形にしたものってやっぱりそういうおろすとかチャネリングだったりと か、 なんかそういうものから生まれてきてるなっていうのはやっぱり辿っていくとね、あの感じることは多いんですけれど、やっぱ文字もすごい孫さんに聞いてみたいなと思ってたのは、なんか形がやっぱ形にエネルギーってあるじゃないですか。その形が持つエネルギーってありますよね、うん、だからなんか例えばこう韻を組むとかもあるじゃないですか、うん、けどそれも結局この、うん、こういう形にエネルギーがあるからっていうのが、うん、もう昔の人が分かってたっていうのがあるわけじゃないですか。だから孫さんがその形としてその文字の意味とか、まあ、意味も結局リンクするのかなと思うんですけれど、なんか形として今フォーカスしてる文字の形ってあるんですか？いや僕もフォーカス全くないタイプなんで、そのまま瞬間瞬間で出てくるものをだあるので、でも本当このうちらってほら形っていうものを持てるのはこの空間の3次元と4次元のちょうど合いの子みたいなところにたまたま俺たち存在してもらってるから、こう、うん、なんだろう、この空間と時間の織りなすなんだろう、この形っていうものがバシッとこう、うんうんうん、に感動できるのってめちゃめちゃ俺たちラッキーじゃないですか、うんうん、だからなんだろうな、どっちかというとこの形にフォーカスとかじゃなくて、うん、例えば何でもいいんだけど、これ息子がもうつけてた今
あのマスクで こういう何でもないものが超可愛いと思うように生きてます。なんか なんかこういうとこなんか3次元しかできないこの質感とかこうなんかいつもなんか今日も東京の街さっきずっと散歩してたんですけど、なんかドブの形、あのドブ板っていうかあのこうマンホールとかドブのこの押さえてるこの蓋のこう愛着の形とか可愛いとか言ってなんかもうなんかとにかく形に対して何でもいいから無作為に可愛いって言って見てるとなんかその集大成がなんか出てくるっていうか書くときに。なるほどね、うん、でもなんかわかります。まあそのドブの蓋とかの穴とかってだってあれすごい年月というかすごい歳月をかけてできた結晶みたいなもんですよね。そう俺自然の造形から自然のこう流れから人間が街を作った結晶の後の形だったりします。そうだから最近こうワイパーとかのだってどんなに文明が進化してもワイパーって進化しないらしいんですよ。なかなかそうなの。傘とワイパーはなんかあれを超えれないらしいのよ。もうなんかもっとほら傘とかももっと効率いいの今文明がこんなに発達してありそうじゃないですか。でも未だにああなんかちょっとこうぎこちないっていうかなんかあの形でこの変えれないじゃないこのシェイプは。でこのワイパーもこれを超えるものないらしくって、なんかあの形とか材質とかの動きとかもなんか可愛くて可愛くてね、あのこうワイパーの可愛らしさみたいなのがあって、ドライヤーとかもやっぱその機能性もあるし、こうこの大自然と人間が織り出してきたこの人工物だったら結局全部原子でできてるわけだから、こう自然の一部ですよね。自然の一部だと思っていて、だからそうするわかりますね。だから例えば大地さんはデザイナーやるわけじゃないですか。例えばイラストレーターとかデザイナーってやるときに、そのなんか まあ例えば大人っぽい事情があるじゃないですか。そのセンスの全然センスのない例えば発注元お金を持ってるメーカーさんのダサい部長がいやこっちでいい、こっちがいいっすよ、いやでもデザイナーチームとかクリエイターチームいや絶対こっちですよって言ってるけどいやこっちだなんて言った時とか、そういう時ないですか。こうなんか自分のなんかそういうのよくあるんですけど、うん、なんかあ時と場合によるかな。だけど基本的にはそんなこだわりないから、なんかダサいおじさんのところだったらもう逆に割り切っちゃうかも。あじゃあまあ意見も聞きつつ自分の意見も言いつつ、まあ折り合いをつけていくっていう、まあというかじゃあもう好きにどうぞみたいな。なるほど。はい、なんか、そこにあんまり最初はちょっと愛情、やっぱ愛情があるとすごいあのこうしなんかエゴみたいなのが出やすくなっちゃうんですけれど、おなんかある意味そのどうでもいいみたいな精神っていうか、まあこれもまあありか、まあ、そういう意見もありかとか、まあ、世の中的にはこっちの方がいいのかとか、なんかそういうのも別になしではないなと思ってるので、なんかだったら、まあ、とりあえずどうぞみたいな。まあ、僕結構大抵何でもデザインってこう候補を出すんです、うん、何個か、うん、で、あのその候補からまあ選んでくださいみたいな感じでいつもやってるんで。あ、なるほどね。はい、なんかコミュニケーションの仕方も結局アートの表現もデザインで出来上がったものも結局そんな変わんないですよね、大地さんの場合。そうですね、変わんないですね。このいわゆるこう中庸だから、モデレーションだっけ、モデレーションをしてるわけだから、モデレーションでこう水のようになってるわけだ。あでもすっごい意識してます、水は本当に常に。わかるもう水の流れほどなんか分かりやすい例えってないなってすごく思ってます。なんかほら分かんないけど、イメージとしてアーティストとかさ、デザイナーってこだわりを持ったりこうなんとエゴが大事みたいなところもあるし、その、うん、なんかどうやって大地さんはそのエゴ、人間だから私エゴあるじゃないですか。で、うん、その中庸になるために
そのちょっとアバウトな質問だけど、その英語から中庸、英語に気づいて取っ払って中庸って、まあ、英語がない状態だと思うんですけど、その英語ゼロにするまでの、なんだろう、どういう工夫をしてきたのかっていうのが、もし言葉ができたら。なんかでも、まあ、結局英語はあるんですよ今も、うん、だけどそれにどんどん近づいてるかもしれないなっていう風な状況になってる理由はすごい単純で、すごい英語を体験しましたねもうエゴだらけのもう性格だったんで、はい、もうなんか自分の思い通りにならなきゃやだみたいな。もともとそっち出身？出身そっちです。でもね、出身はエゴなしでしたね。あ、エゴなしの方より。でどっちかっていうと、いつからエゴはこう、多分生まれつきのキャラとしては多分そんなゴリゴリ系じゃなかったわけでしょ。 そうですね、いつぐらいからそのわーって一回こうエゴが立ったんですか。あ、なんかやっぱり評価を気にし始めて。わかる。でなんかその評価がいい評価をもらい始めたぐらい。はい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 、わかる。このね、外部からのね、うん、はい、それが何歳ぐらいですか。何歳ぐらいですか。それが大体、18歳、17歳とか18歳とかそのぐらいかな。専門学校に入ってからかな。だから褒められても、その今度はその自分出したというよりもその褒められるように向かっちゃうんですよね、褒めに。うん、そう。とかなんか例えばなんかこうみんなで活動する時とかもなんか学校だったらよくあるじゃないですか。なんかそういう時も自分の思い通りにこのチームを動かすっていうことに専念してたりとかしてて、なんか思い通りにこういかないとすごくイライラするタイプだったんですけど、でもなんかそういうのも全部極めたんですよ要は、うん、なんか例えば別にそういうことだけじゃなくて物質的なこと、うんうん、なんかもうブランドの品のバッグ買いまくる。ブランド品じゃなきゃ無理みたいな、高級じゃなきゃ無理みたいな。なんかそういうフェーズもあったし。いいっすね。その英語が強い時の、なんだろう、まあ、なんでもいいと思うんですけど、欲望なり承認欲求なり物欲なり、まあ何でもいいと思うんですけど、その時期の感情って今見返してみたらどういう感情ですか。なんか荒いのか。それはそれで楽しかったなと思います。でバンバンこうドーパミンとかアドレナリンが出るわけで、でまあ落ち込むことがあってもまたこう興奮するわけだから、結構刺激的ですよね、うん、すごく。そうですね。いやなんかだから全然そのフェーズも今から思い返しても全然良かったなと思うし、うんうん、ネガティブな捉え方はしてないんですね、うんうんうん。まあ、だからなんか最近まあ世の中的にいろいろサステナブルだったりとか、なんかこう地球環境のこととかもまあ前から言われてるけど、まあ浮上してきやすいじゃないですか、うんうん、なんかそういうのもまあ一個のフェーズだと自分は思っていて、うん、なんかそれのフェーズに至ったきっかけはじゃあ何なのかって言ったら、そういう物欲的というか属的なとか、うん、そういう周波数があった頃からこそ気づけたみたいだと思うんですよ。確かに。まあ、だから何でも波だと思ってるんで、水の本当に波とかと一緒だと思うんで、気づけないと思うんですよ本当に。もともとサステナブルでエコな世界だったとしたらなかなか気づけない。例えばなんか田舎に住んでる、すごい田舎の大自然の綺麗なところに住んでるなんかおじちゃんとかがなんか逆に海にポイポイゴミ捨てちゃったりとかしててなんか外から来た、都会から来た人がなんでこんな綺麗な自然汚すんだみたいな感じでなんか思うのと一緒かなっていうふうにすごく思います。確かに。なんか面白いね、今俺もかなり最近おじいちゃんみたいにもなんか何にも欲もなくなっちゃって、なんか今もう本当にこうはぁ幸せだなって言ってる毎日なんですけどなんか本当ありがたいありがたいばっかり、可愛いとありがたいとかめでたいなしか言ってないようなこう毎日なんだけど、なんか今なんか俺たち多分中庸にハマってるじゃないですか、その、うん、ノーエゴハマり時期じゃないですか。で、うん、まあ、またね10年後わかんないよ、またエゴ時期が来るかもしれないけど、うん、まあ、もう来ないかもしれないけど、なんかこうそのわかんない
一番俺たちがエゴピークの時の対談も見てみたいですよね。その、なんていうの、生きに立ってる時の、生意気な、こう、どうみたいな。イケてるみたいな。いや、俺このバッグ持ってるけど、どうみたいな。なんか、絶対なんか、経営の話とかね。利益率とか。こういうブランディングしてた方が、多分、なんか、いろいろ、なんか、都合いいと思いますよ、みたいな。なんかわかんないけど。なんかこう、なんか思いつかない。つかみ系のね。多分その頃だと多分うちらめっちゃそういうのが具体的に盛り上がるけど今思い出せないんだよね。もうそう思い出せない。なんかそうギラギラしてたことが思い出せなくなっちゃってるから。でもなんか一回中庸系に行っちゃうと、そのギラギラ系から中庸系に行った時になんか人間ってこっちない気、なんか中庸からギラギラに行かない気がするんですよね。あ、なんか僕それはちょっと僕のパターンなんですけれど、うん、あの僕周期が結構短いんですよ。ギラギラと周陽の周期が結構スパンが短くてちょっとどれぐらいイメージ的にはスパンが短いって。いや 2,3 年に1回ぐらい来るんですけど結構早い周期だ好転軌道が早い。好転が早い早い早い、うん、ただ前と違うのは、うん、なんかやっぱ戻りが早い周陽への。ああなるほどなるほど。どんどんこのこういうのがはい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 なってる感じはありますね。だパッと外せるようになっちゃったっていうか、そう気づすぐ気づいちゃうっていうか、はい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 、なんかあ、まあこれも楽しいよねっていうか、でもまあこっちの方がこっちの状態の方がいいかなみたいな感じで、うんうんうん、なんか戻ってちゃうのがあるかな。気づき力が増えるともう多分その力って落ちないから、多分だん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 そっちの方に絶対寄っていくと思うんですよね。うん、だからそれはそうだなって思いました、うん、なんか結局なんか気づいちゃってるから、もう一回気づいちゃった上で楽しんでるだけだから、うん、だから、ま、全く気づいてない状態で楽しんでる時とはやっぱ違うなと。うんうんうん。でちょっと僕が聞きたかったのは、大地さんって、まあ、今なんとなく中庸っぽくなってる時期だと思うんですけど、うん、なんかまあ、どっちかと僕らの共通点はこの流れに身を任せるとか、まあ、リラックスだったり、まあ、自分が心地よい何かこう波動に今存在を置けるというかね、そのそれだと思うんだけど、ちっちゃい頃そのお父さんとかお母さんとか家庭の環境ってどんな波動だったのかっていうか、すごいストリクト厳しかったのか、大地さんのねそのちっちゃい頃は家庭の中がすごい荒れてたのか、すごいなぎだったのか、なんかどういう家庭で育ったのかっていう。なんか特徴はあんまりない家庭かな。荒くもなく荒れてもいないし、うん、なんか荒れてもいないし平和でもないし、なんかよくある普通中の普通の今かなり個性出してる三浦大知さんが普通出身っていうのがいいじゃないですか。いや僕未だに普通ですよ。なんか全然特別な感じのことってほぼないです。ソウンさんはそういう生まれはどういう感じなんですか。生まれは荒いっていうか、うちの父ちゃんと母ちゃんが、まあ、高校の同級生で、あのいわゆるなんだろう、もうどっちかと気が強い、どっちとも気が強いから喧嘩ばっかしてたんですけど、もうラブラブと喧嘩がこうキングギドラとゴジラみたいになる時もあるし、もうラブラブな時もあるし、こう激しい、そういう意味で激しかったんですよ。で競輪の予想、それも、うん、それがうちもそうかな。あ、まあ喧嘩はよくある。てかなんかそれが普通だと思ってました。わかんない、俺もね今多分俺たちが普通を語っちゃダメかもね確かに普通って何か普通がわかんないから、まあじゃあ親は褒め、例えば大地すごいねとか系なのか、いや何にも言わないのか、ダメじゃないかってこう叱るタイプなのか。ああ、叱る方が多いですね。褒められたことはほぼない。おっていうか、もう褒められた褒
褒められるようなことを自分がしてなかったからだと思うんですけど、物理的に褒められるようなことしてないから褒められたことないっていうか、ね、あでもなんだろう、例えば成績にうるさいとかさ、しつけ、あのマナーにうるさいとかいろいろあるじゃないですか。あ両方うるさいし、あそうなんだ、はい、あの成績、僕あの学校の成績とか最悪だったんですよ。いやいや勉強しないことだったの。もう勉強っていうことが、あそうですね、それなんか孫さんに聞いてみたいんですけど、あの学校で数学の公式とか出てくるじゃないですか。なんかあの公式ってどっから出てきた公式だって僕思っちゃうんですよでそこでつまずいちゃって、でもうそれ以上進めないんですよ。いやもう全く一緒です。僕はもう何言ってるか分かん、先生がだから 1+1 は2って言われた時に、いや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 見た目違うやんって言ったんですよその分かるのそれを一緒って、形が違うものを一緒って、どいでこうこうしてほしい 1+1 だったこういう風にしてほしいですよ。2はなんかこうすごい2がこうこうなってるじゃないですか。それを一緒って言い切ろうとするその大人の強引さが分かんない。分かります。だから僕あの実はもうその外国の言語、第二言語とかめちゃくちゃ苦手なんですけれど、うん、なんでこのこんにちはハローなのとかいうそこでつまずいちゃうんですよ。一緒一緒っていう。俺ねなんかもうなんで英会話がこんなに下手かっていうと、例えば Thank you ってやるときの舌噛んだときの舌の出し方の、あ今すごい出たとか、なんかここか、あそんなそんな風に噛むんだと思ってる間に話が終わっちゃってるんですよもう全然何も入ってこないんだもん。だってもうだからなんでなんでマンだったから、もうずっと廊下に立たされたり、いつもずっと手挙げてて、だから NTT でもなんでこの会議に何の意味があるんですかとか聞いたらめっちゃ怒られたりして、もう全然何も入ってこないんだもん俺いつも。だから世の中に全くついていってないわけ。あでも僕もそうです本当に。あまあいい意味での落ちこぼれだよそれは。でもなんていうかな、そのやさくれてるわけじゃなくて、疑問に思ってる間に大人たちはみんなは進んじゃってるみたいなことでしょ。うん、いやでも僕相当落ちこぼれですよ。だから人間的には、社会的には、なんかずっとなんでだろうと思ったら誰もいなくなっちゃってたみたいな感じでしょ。そうそうそう、もう先に行っちゃってて、逆になんで進めるんっていう、なんでその精神持ててるっていうのを、またそれがなんで、なんでが永遠にね。あ一緒一緒一緒だから僕中小中高ほとんど友達いないのは、いつもみんなおい行くぞーって言って俺一人だけ行方不明になるんですよ。したら俺は落ち葉を見て、落ち葉をずーっと見てるんですよね。したらみんないなくなってるんで誰も呼ばなくなってくるんですよ僕を最初は呼んでくれるんですよ最初だけ、ね、そっからもう、でも本当になんでなんで精神が今のクリエーションとか、あのなんでなんで精神があったから今のこのスタイルになってるだろうなと思うし、絶対そうだと思う、うん、なんかその肩書きとかもやっぱいろいろ僕持っちゃってるけど、なんかそもそもなんで肩書き一人一個じゃなきゃダメなのとか、あとこの名刺必要みたいなとかすごい思ってて、いつもめっちゃわかる。うん、肩書きないとダメなんて思ってて、だからなんか僕が結構その最初にフリーランスみたいな感じでデザイン、まあ、会社に所属したことがないので、あの働いてた時に結構変な存在扱いされてたんですよ、うんうん、なんかどうやって仕事してるとか、何がメインの収入なのとか、うんうんうん、なんかいやメインの収入ってなんでメインが必要なのみたいな。メインってもういろいろ哲学だもんねそこは、うん、そうそう、だからもうなんかその概念がもともとちょっと苦手だったから、そのラベルの概念が、だから公式の概念っていうか、なんかそういうことがなかったから最初はすごい生きづらかったんですけど、若い時とか、うん、もう社会に出て勝手に好き勝手やってる分にはもう誰にも何も文句言われないから、確かに確かに、だからそれで生きてたら
なんか今こうやってね、話させてもらうような。なんか、まさか俺、いや、分かんなかったの。大地さんがどういうキャラか分かんないまま探ったけど、探れば探るほどなんか似てきたぞ、ちょっと。完全に社会不適合、俺、若い時に、20代の時に番組も出してもらったんですよ。で、ゲストに、いろんなゲストが来るんだけど、インタビューが止められちゃうんですよ。例えば金メダリストが来た時に、なんで金メダルを金メダルって分かるんですかとか、なんだろう、金メダルっていうあのメダルがなんで欲しいんですかって聞いたりとか、欲しいと思った5秒後も欲しいですか、5年後も欲しいですか、5分後も欲しいですか、そのあれが何なのかっていうのをずっと聞いちゃうんですよね。でその哲学をしたいのに、番組的にはそういうことはしたくないんですよ。まあそうですね、多分読んでる趣旨は違うんでしょうね。だからで、いや、なんで金メダルをちゃんとみんなで金メダルってこれを共有できてて、しかも欲しいと思う気持ちはどこから湧き上がるのかとか、その取った後ってそれを眺めたったらどういう気持ちになるかとか、それを金メダルがない時の自分と金メダル取った後の自分ってどれぐらい変わるのかとか、そういうことばっかり聞いてたら全部止められるんですよね、番組をね。それ面白そうなのに ね聞きたいですけどね、僕は ね先週に聞いてみたいですよね。聞いてみたいですよね。うん、でもなんか僕は結構そこら辺はちゃんと番組が求めてるようなことを答えようとするタイプです。実は僕もそれはできちゃうんですよ、だからもう今。いやだからできちゃうけど、なんて言うんだろう、できちゃうんだったら俺じゃなくていいじゃん、だってもう。だったらもっとアナウンサーとかにねしてもらえばいいわけで、まあね、そうそうそう、ミスキャストってやつです。そうそう、絶対ね、そのあのプロデューサーのおじさんが間違ってんだよな。でもソウンさんはまあいろんなところに多分呼ばれるだろうからね、そういうところは必ず出てくるでしょう、まあね、でもこれからもうね、AI も出てきたから、そういうみんなが予想するキャラみたいなのは AI がやってくれるからね。なんかいや AI の話、いやでも AI の話めちゃくちゃしたいんですけど、ちょっと話すと多分果てしなくなる。あったタイミングでちょっと話したい。ちょっと何ちょっと俺もほら、もともと理科大の情報科学でもう AI 大好きっていうかめっちゃ好きだから、ディープラーニングの話は。でも何、ちょっと何、どこに興味あるんですか、その AI の中でも。いや、なんか最近友達から聞いて、うん、なんかああそうなんだって初めて知ったことだったんですけれど、うん、世界のオンラインゲームってあるじゃないですか、うん、オンライン対戦できるゲームってあるじゃないですか、うん、はい、みんな今やってると思うんですけど、はい、僕ハマって腕壊して病院に行きました。なんか誰かそのなんで世界で通信対戦してるのにタイムラグがないのかっていうのを理由知ってます？いや、なんかあれって相手、その世界のどっかの相手と対戦しているんですけど、なんか実はそのタイムラグを埋めるために行動パターンを AI が読んで先読みで動いてるらしいです。いやAI ってそういうこと得意だもん。だから結局 AI と戦ってるんですよ、お互い。だからもう行動パターンって人間で意外に単純だから、自分は複雑だと思ってても結局パターンって決まってくるから、 AI からしたらもう余裕で見抜かれるんだろうね。そうだから人間の要は行動パターンよりもはるかに知能が進んじゃってるから、もうお安い御用らしいですよ。でなんかたまになんか一瞬パッてなんか切り替わるタイミングとかあるらしいんですよ、そのタイムラグで、はいはいはい、なんかその切り替わった時はその人の行動パターンと違う行動パターンの時だったらしい。なんか全然違うかもしれないけど、最近のほらアマゾンとかさ、もう頼む前から自分ではさ不定期だと思ってるけど、自分が頼もうと思ったらもう近くの営業所まで来てるらしいよね。AI、 やばいね。 AI はだからアマゾンがすごいのは、その AI にめっちゃ金かけたのそこらしくて、例えばたまに青汁頼むとするじゃないですか。でもそんな俺の中ではそんな不定期だよみたいな、気まぐれで頼んでるよって俺は思ってても、 AI からすると読まれてて、なぜかもう次の夜中に頼んで次の日朝来るわけ。
おかしいわけ、そんなわけないから、したらやっぱもう事前に送られてる、そろそろ来るっていう。なるほどね。それがだからもうそういうことですよね、全体的に。AI 読んじゃうからな、先を。いやだから結局だけどそれも、まあ、一つの過程だったとして、結局なんかそういうことが始まっていくと、人間の頭脳が必要なくなっていくよなみたいな感じになってって、でじゃあ肉体がもはや必要じゃなくなっていくみたいなレベルになってって、意識体の方になってって、でその意識体が自分そのいわゆる見えない世界に漂っているもの、なんかわからない、今のところ肉眼では確認できない未来人だったりとか宇宙人だったりとか言われてる、そういう肩書きとして言われているようなものなんじゃないかなというふうに思ってたんですけどね。なんかなぜかこの前バシャールと対談することになって、バシャールってもう40年ぐらい宇宙人やってる宇宙人なんですけど、やってるっていうのも変だけど、宇宙人まあ本当らしいんだけど、俺は知らないけど、そのダリル・アンカさんっていう人が、ハリウッドにいるおじさんが、ね、あのバシャールを下ろすんだけど、その実際こうやって下ろすわけ、こうやってで、はいって言って、大きなキャラ変わったと思って、それアメリカっぽいな、バシャールってアメリカっぽいんだと思って、でまあ、話すんだけど、まあ、いっぱい質問したいことあったんだけど、もう今バシャールたちも実はちょうどあのもう一人の有名な、宇宙人がいるんですよ、エイブラハムっていう。エイブラハムはもう意識体だから物体がないんですよ、高次元の存在です。はい、でバシャールは聞いたらまだあんだけどもうすぐなくなるって言ってました。ああ、その段階なんだ。そう、今で地球人も今そっちの今バシャールの方に向かってちょうど変革期だって言ってました。超わかりますね、それ。なんかどんどん、なんか僕最近個人的なまた話なんですけど、脳みそ全然使ってなくて、なんか、まあ、てか元々使えてないんですけど、最近はもう本当に、まあ、ちょっと怪しい話かもしれないけど、いいすよ、第3の目ばっかり使ってます。大好きですよ、来ました。だんだん乗ってきましたね。第3の目を使ってますか。はい、なんかこれは俺たちはやっぱアーティストだから話していいんじゃない、こういう話は。まあてかもうその段階に来ちゃったなというふうに思ってて、てかバシャールの話してんだったらこれ全然大丈夫かなと思った。あ、もう逆に僕今探りながら僕も言ってるんで、あの逆にガンガン来てほしいです、あの第3の目に関しては。はい、もうバンバン受け取りたいです。いやなんか僕最近なんかその流れてたんですよ、ずっと流れてて、勝手に漂って呼ばれる風にところに誘導されてったら、なんかたどり着いたのが消化体だったんです。はい、まあ脳みその一部でもありますけど、なんかクリスタルみたいなとこですよね、消化体って。そう、なんか消化体に勝手に誘導されるような話にどん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 なってっちゃって、で今消化体にフォーカスしてるプロダクトとかもなんかプロデュースしたりとかもしてるんですけれど、あのもう本当にもう見てるものとか感じることが目とか頭に記憶するとか目で見て脳に収めるとかそういう感じじゃなくって、もう次元で見るみたいな。なんかもうね、言っちゃうか、いや本当そうなんですよ。あの本当わかります、僕はものすごいわかります。でも多分クリエーションしてる人はそれやっぱわかりやすいんだろうなって思うんですけれど、なんかもう頭でこうしようかああしようかっていうよりかは、そのさっきの神事、その文字をそのチャネリングしてこう下ろしてって書いてたって形にしてたっていうのってすごい感覚が最近似て分かるなって思ってて、なんかもう脳みそじゃないじゃないですか、下ろすとこって。なんか脳じゃないですね、フォーカスっていうかコネクトする場所、違うじゃないですか、違う。なんかそれがもう完全にもう消化体で、なんかそれも、まあ、なんとなく分かってはいたんですけれど、なんかそういうなんか霊視とかしてくれるような人にたまたま会って、なんかその人から第一声に、あなた脳みそ使ってないでも普通だったら第7チャクラを通して精査してから第3の目に下ろすんだけど、だからあなたの場合ダイレクトにもう第3の目第6チャクラに行っちゃってるから、なんかもう、まあ、なんか
そういう特徴ですねあなたはみたいな感じで言われたんですよ。だからあ納得っていう風な感じだったんですけど、うんうん、それが最近なんかさらにアート活動するようになってから、制作活動するようになってから、拍車がかかってる。わかる。俺もアート始めた4年前ぐらいからだんだん、5年前に聞いてたら多分ちょっとわかんないけど、今俺の中でも完全納得っていうか、なんか自分のでは語れないこのなんかダウンロードしてるのか、俺がバーってこう出てくることとか直感で動く体もそうだけど、もうそういう風な言葉でしか語れなくなっちゃうっていうかね。だから最終的に直感が鋭くなってったら、うん、あのコミュニケーションめちゃくちゃ楽ですよね。うん、何もしてるコミュニケーションがいらないっていうかね。なんか多分集合意識みたいなのに、はい、なんか あって、そこに透明になればもう、まあそれをワンネスというのかも分かんないけど、言い方いろいろあると思うんだけど、電気がな、水が流れるみたいに流れるんでしょうね、コミュニケーションっていうもの。うんうんうん。なんか僕さ、あの話またちょっと変わるんですけど、なんかそういう昔のその古代文明の時って部族だったりとかじゃないですか、うん、なんかそういう神事をしてた部族みたいなのあるじゃないですか、うん、なんかそれにすげえ近いなとか思ったのが、うん、昔、まあ、今もいるかもしれないけど渋谷にいたギャルたち、うん、なんかあの人たちってすごい神事してる感じがあるかなあのガングロとか昔の、まあ、そうなんか109をあの神殿とかあがめてでガングロにして、もうあれもう完全に部族じゃないですか。確かに。そうでパラパラ踊るんです。あれ部族だったね完全に確かに僕はあれ神事だと思ってる。ヤマンマみたいなのもいましたもんね。そうそうそう、シャーマンみたいな、ね、シャーマンみたいな服装とかしてましたもんね。そう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 、うん、もうあれシャーマニズムでしかないもん。もう見た目完全にシャーマニズムでしたね、ファッションも確かにやっぱ日本ってすげえな、日本ってすげえな。いや日本ってやっぱそういう、やっぱ島国なのかなそういうねカルチャーはやっぱり生まれやすい神事系なんだなっていうのは思いました。確かにあれがまさかの神事だったとはね確かにさすがの視点だね。いやだから僕その要はあの人たちって直感とか自分が好きとか大好きとかなんかそういうのでしか生きてないじゃないですか、うん、ギャルたちって、うん、確かに。なんかそれこそ集合意識で生きてるし、うん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 、なんかあれから学ぶことはすごく多いなって思ったんですよ。それでなるほど、なんかあのギャルたちはなんか物欲にまみれてマルキューで買い物イエーイみたいな感じで物欲にまみれて自分の欲望にすごく正直でみたいな、なんかそれってある意味すごいスピリチュアルだなってすごい思ってて、だから僕の描いてる女の子の絵って実はそのギャル精神に近いものを描いてる。なるほどね。あ、三浦大知ワールドはあの意外にギャルに影響を受けてるってことだ。はい、なんかあの物欲だらけの女の子の絵なんですよ、うん、自分の欲望に正直な、うん、だからなんか例えば自分の命よりもバーキンが大切みたいな、 なんかそういう命よりバーキンなんだ。はい、そう。そっか、あれはもう真偽みたいなもんだもんね。こう、そうそうそう。自分よりももう神のこの器が大事だもんね。なるほど。超もろ。神の器。真偽なんだあのバーキンは。なるほど。そういうことか。その面、その要は物欲だらけの強欲な、うん。面って、うん、なんかある意味やっぱり表裏全部一体だから、うんうんうん、だからあこれもここから気づくポイントはすごく多いなって思った。まさかこのバーキンとか渋谷のギャルとこのアニミズムのこの古代の感謝祭みたいなあの祭りをつなげるとはさすが。これ最後にこうガッと三浦大知ワールドがくっきりしてきたなるほどね。ました。あーすごい、本当に重要だな。そうだから今回展覧会でその女の子の絵すごい
もう偶像としてはっきりしてるキャラクターの女の子の絵と、うん、あとこうちょっと後ろにあるんですけれど、全く輪郭のわからないすごい抽象的な絵が混在してる展覧会なんですよ、うん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 、なのでなんかそれの理由がなんか今話したことにすごく近いかなというふうに思ってます、うんうん、やっぱ共通点とかはあるし、あとは一人のアーティストが一人の人間が一個の作風でなきゃいけないっていうことでもないというか、なんか人の中にはいろんな面があるから、なんかそういうことすらも許容していくみたいな、うんうん、なんかそういうことがまあ一個のメッセージとして入ってます。なるほど。なんかだからそういう意味でこうデザイナーとか今までやってきたファッションデザイナーとか、まあ、もしくはいろんな多分広告とかもやってきてると思うし、イラストレーションもやってると思う。それもなんか全部意味になってますね、この今のアートで、はい、全部がこうめっちゃいい意味で吸収されてるっていうか活用されてる。無駄なことって一つもないな。ないですよね。多分なんかネガティブに思えることもすごいこうプラスになりますもんね。プラスっていうか、うん、嫌な出来事も含めて。そう、なんかもう全て自分でしかないし、うん、なんかいくら外の世界で何が起こってようと結局自分の世界のことだから、うん、だから自分がすごくフォーカスしてれば嫌なニュースばっかり目に入るかもしれないし、うんうん、なんか好きなことばっかりやってたら好きなことしか目に入らないし、結局自分が作り出してる世界だから、なんか気づきのポイントにはなりますよね。なんかあ、こういうことがすごく今自分をフォーカスというか目に入ってくるってことは、こっちの周波数に自分は行ってるんだなみたいなとか。確かにあの渋谷のギャルとか、さっきのバーキンギャルみたいな時にあんまり戦争とかパンデミック関係ないですもんね。だって関係ないですよ、マジで。頭の中はもうバーキンなんですもんね。ヤマンバとかバーキンなわけだからそのシャネルか、シャネルか、だからあれが関係ないですもんね。その世間でいう情報が入ってこないですもんね。うん、いらないですね。なんか部族同士 の交流について、なんかあとは部族をどう拡大していくか、部族ですね、もうまさに。あとは109のセールとか。でも確かにこう今俺たち現代人って賢くなってるようで、でも結局神と繋がらずに地球上で起きてるよくわからないぐちゃぐちゃの問題ばっかりを引き寄せて、そればっかりフォーカスして、それをラベリングして議論して争ってこうだああだって喧嘩してる人たちよりも、な、何それって言って山ん場同士のこう部族の勢力争いにまだこう注目してる方が、なんだろう、神に近い気がするんだよね。確かに神には近いです、ね、近いですよね。だけどでもあの、まあ、ラベルベタベタ貼ってなんかいろいろごちゃごちゃやってるのもやっぱりそれも一個の過程として必要、破壊と再生の繰り返しだと思うから、う、ね、まあ、だから自分はあ今世の中とか世界はこういう破壊が進んでて、次がやっと再生で、あ、変わる起点なのはそのバシャールが肉体から離れるタイミングって言ってるぐらいだから、そうね、あ、そういうタイミングなのかなというふうに思います。なんかちょうどさ今ほらあの、まあ、LGBTQ もそうだし、そのあのブラック、その例えば黒人の問題とか、その種族の問題、宗教問題もそうですし、まあ、いろんな意味でこう境界線がすごく、まあ、ADHD もそういう発達障害とかもこうだんだんこうやっと表になってきて、なんか今までラベリングしてたのから、あれ全然ラベリングできねえじゃん、え、現実ってこんなに多様だったのって言って、なんでこんなのを無理やりラベリングしてたのってやっと気づき始めた今時代じゃないですか。だから、まあ、これからもちろんそのみんなが幸せになるっていうわけじゃないけど、この自由になり始めた、このなんだろうな、ラベリングがペタッこういう大地さんみたいにこうラベリング剥がす人とか剥がれる人がいっぱい増えてきた時に、やっぱりそれを楽、みんながこう楽になったり幸せになる人が増えるといいですよね、今の時代に。さらに、うんうんうん、でもなんかこれだけ浮上しまくってるから、うん、あの逆に気づきやすいポイントは増えてるから、確かに確かに、なんか増えてってる感じはしますけどね、うんうん、なんかネガティブ情報がバーってくるのに全く巻き込まれない種族、部族がいっぱい出てくるといいですね、うんうん、まあ、なんか負の情報っていうのもね、闇の勢力で光と闇があるんで、闇の勢力はやっぱりそういうネガティブを
好物なんでね、しょうがないかなって思いますけど、うん、まあなんか、まあそれも一個の過程としてね、捉えられるぐらいの気づきになったら、まあみんなもっと楽なんだろうなって思いますけどね。確かに。いや、え、もう一回ちょっと最後に、あの古典っていつからか、もう一回、俺全然数字が覚えない、27月の7月の27から、8月の1日まで、場所は新宿の伊勢丹の、本館の6階の催し物場でやってますし、はい、あと僕会期中基本ずっといるんで、もしよかったらソーンさんも来てほしいです。はい、あの行く予定です。あのちょっとね、あの確実に1回は行きますんで、ちょっとまた連絡します。やった連絡してください。はい、僕ももう伊勢丹で2回ぐらい、あの同じところでやらせてもらってるけど、やっぱりこう新宿の伊勢丹独が持つ独特のあの空気感めっちゃおもろいんで、なんかちょっと体験したことないけど、やっぱりね、新宿の持つ多分そういう波動とかもあるだろうし、でもね、大地さんそこのある意味運命だもんね、そこで育ったわけだから、ね、まさか大きくなった大地くんがここでアート展やるなんて誰も想像してないしね、自分も想像してないわけで、うん、いやもう1年前、もっと最近か、もっと最近まで全然想像してなかったこれからまだまだ何があるか分かんないですね、うん、いやでもありがとうございます。ありがとうございました。なんか展覧会のことを気遣ってくれて、いやいや同じ第一同士だし、まあ確かにアーティスト慣れしてないアーティスト同士でよくアートが分からないアーティストってなんか名乗っていいのかな。わかるわかる。難しいレベル。わかるわかるわかる。なんかまあ大丈夫ですか。俺たちなんか言われたら中庸って言っとけばいいんじゃないですか。カモねとかね。そう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 。アーティストカモ、ね。カモ。ぽくぽぽいですかとか、まあそんなよくわかんない、確かに。よかった、なんかあのピースフルな空気感だけは伝わりましたので。熊本のことも。教えてほしいです、他にもいろいろ。で、あと、もう一つは熊本の、これマニアックなんですけど、平立神社っていうのがあって、平立行きました。さすが、もう世界、なぜかそこ超何でもないマニアックな超田舎にある何でもない神社なのに、なぜか世界中のスピリチュアリストが集まるっていう不思議なね。あそこは集まりますね。熊本は結構あるんです、そういうなんかね、あのマニアックで、例えばあの宇宙人が襲来するあの石ころがゴロゴロ転がってるとことか、結構地元民しか知らない。ソンさんって今どこ住んでるんでしたっけ。僕今あの藤沢です、あの鎌倉の方、鎌倉とか藤沢の方です。あ、そっか。じゃあ熊本行くタイミングあったら案内してくださいそうね、熊本スピリチュアルツアーいいかもね楽しいですいや本当ありがとうございました。めちゃくちゃなんかどうだろう、聞いてくれた人はなんかコメント欄めっちゃ盛り上がってるんで、多分意外に俺たちのこの話は共感を得てるっぽいです。よかった、はい、周波数ちょっとそうね巻き込んで、部族として巻き込んでいきたいですね。いいね、部族っていう言葉が最後ね、あのギャルたちが部族とは思わなかったんで目から鱗でした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、あのまたなんかちょっと、じゃあ次展覧会でお待ちしてます。お会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。